でしょうか。ツーツー来た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 ハッハーハッハーヘイヘイツーツーおやっほー隣町の新潟県から来ましたひなたと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いい町3度目に帰ってきました石巻です。今日この後リハーサルやったら歌いたいなと思います。ちょっと歌からやっちゃってみてもいいでしょうか。リハから楽しんでもいいでしょうか。今日のイベントに拍手ガチャリボッシュいける。ありがとうございます。モニターのディロンのギターをこっちから同じぐらい返してもらっていいですか。ヘイヘイハッハピロ喋ってみて。ヘイヘイツーツーツー、もうちょっとギター回収を上げてもらっていいですか。そしてみんなの手拍子強くハッハッハッ見てみよう。強くなりたい風にも負けない稲穂みたいにもっと輝き続けたい大河に映る夕日を目指していいね入るよ。なや下に向かってそれだけを取り上がって愛を込めポンポンポン二人のボーカルをもう気持ち上げてもらえますか。大きな花を咲かせよ超高21やったー来た。ありがとうございます。気持ちいいリハからアンコールばっかいい感じですね。そしたらオケの曲ちょっと流してもらってもいいですか。はい、お願いします。ヘイヘイハッハすいません、返しの声もうちょっと上げていてもらっていいですか。手拍子の練習長岡駅に着いたなら待ってました追って通り初恋のあの子と花見だね勇気を出して行くぞ桜飯愛してやまないぜ可愛い次の助大先生8月23日の夜空には長岡花火が打ち上がる赤と白の大きな水道管ほほいよ一度食べたら癖になる生姜醤油ラーメンさラーメンみんなが
おかえり。運動いきます。練習。長岡越後長岡調査一線長を掲げてさ。長岡越後長岡嫌いだ腰地もみじ園。これ長岡越後長岡三島の竹明かり手のそれでどうぞ。長岡越後長岡土地をの油揚げを世界中に発信さ。いい感じです。バカいいかね石巻。あとでやるかもしれませんので、よかったら皆さん本番間もなくです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ皆さんもうね、アホヤバーガー食べたいですよね。言っちゃいました。心の声が、心の声出てましたよ、はい、あのサウンドチェックの時点からね、この爽やかな音色にねすごく癒されていますが、改めてご紹介したいと思います。続いてのステージは1999年、貴則とピロンによるいとこ同士が日向を結成。音楽と食を通じて県内がいろんな人と縁を結んでほしいという思いから、2016年12月に地元長岡にて日向主催によるフェス長岡音結びフェスを開催。そんな日向のお二人によるパフォーマンスです。それではお願いいたします。隣町の新潟県から帰ってきました日向です。ただいま。声にお帰り。楽しみたい方、上の方で拍手を。やっと帰ってこれた。全力で4曲入魂で歌いたいと思います。楽しみたいだけ手の位置は上で。月と太陽聞かせてよ君の声、伝えてよ今すぐに、わかるけど文字じゃなく声で聞かせて言ってみよう。この星に生まれてよかった、生まれてよかった、石の町で出会えてよかった、出会えてよかった、yeah! そのくせにイライラばかりで、イライラばかりで眉間にしわ寄せ、いつしか口数も減って、愚痴だけ日々増えてく。月と太陽みたいに光と影が生まれ、タイプは違うけど僕らを照らすよ。聞かせてよ君の声、伝えてよ今すぐに、わかるけど文字じゃなく声で聞かせて、愛している。もしもまたこの星に生まれてきたら君と出会えるかな。一度つなげるさ、もう一度この声で、月と太陽みたいに光と影が生まれ、タイプは違うけど
僕らを照らすよ。 Ready? 聞かせてよ君の声、伝えてよ今すぐに。わかるけど帽子じゃなく声で聞かせて。愛しているほやほ、今日も愛している。ありがとう。新潟県長岡からやってきました日向です。よろしく石の脇。石の脇サバイバさらに楽しんでいこうぜ。すごくいいねって言葉をこっちだと新潟だとばっかいいね、ばっかいい街だね。みんなの最高に楽しめる手拍子を上の方でちょうだいな。ほやっほーのテーマソングのように僕らが作った曲を笑顔の歌を詰めていきたいなと思います。練習いきます。そういうこと。イエーイ、せーの、イエーイ、ね、いいね、イエーイ、イエーイ。これはこれはどうだ。イエーイ、イエーイ、はい、イエーイ、イエーイからのイエーイ。ここはほやほやほ、みんなほやほや。最後はみんなではい乾杯、いってみよう。イエーイ、今から太陽めかけてスマイル。なぜか最後は乾杯なのね。いってみよう。ほやシャンパン。ふらっと行こうか。窓から差し込む日の光と耳元で騒ぐウッド音が僕を散らす。いつもの駅まで缶コーヒーで目を覚ましながら、さあ飛び出して、今飛び出して、お空へ行ってみよう。イエーイ、今から太陽めかけて、そういうこと、夢を歌う。いいね。大げさすぎて笑われるくらい走り続けている。せーの、Yeah! いつか世界を照らす声を信じて、相変わらずな日々の中で、yeah! Ready?Oh, yeah!日向ぼっとしながら歩こう。鏡も見ないでお帰り。そのまま自分にほらスマイル。上にクラクションの音や街のノイズ音とセッションして、さあ楽しもう、今飛び出そうよ空へ。いくよ、せーの、イエーイ、真っ赤な太陽を浴びて夢をつかむ。心から笑い合えるみんなと一緒に手をつなぎ、いつか世界を照らそう、未来を照らそう。相変わらずな日々の中で、涙の数よりも笑顔が溢れてる。未来を信じて、嫌なことがあっても笑い飛ばせばいいさ。小さくても一歩踏み出せばいい。いいよ、Yeah! 今から太陽めかけて夢を歌
げさすぎて笑われてもいい、みんながいるから。 Come on! Yeah! いつか世界を照らす声を信じて、相変わらずな日々の中で。ありがとうございます。すぐ言いたくなるね。バッカいいね。隣町の新潟県からたった4時間半で帰ってきましたね。たった遠かったよ。でもまた帰ってくることができました、はい、石巻日向です。ただいま。いや、改めて、宮城県ね、仙台でもよくライブをさせてもらってて、そして、ここの石巻には高卒スパマシャさんで、あけみさん、ただいま、あけみさんにお客賞、あけちゃん、ね、今日も出店なさってまして、家族の付き合いをさせてもらってますけれども、はい、僕ら3回目今日石巻に来させてもらってまして、うん、そういう意味でも、ここであけみさんから出会って、そして萌ちゃんに出会って、そこから長岡でフェスをさせてもらいました。そのタイトルがホヤホーフェスティバル。このフェスを長岡の、新潟県の長岡でさせてもらいました。その時長岡来たことあるよって方いらっしゃいますかね。あ、そうだね、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。お米食べました。美味しいお米食べました。新潟もやっぱりお米も美味しいし、何よりも人があったかい場所で、まあこんな感じのがゴロゴロ歩いてるんですけども、そんな街でありがとうございます。越後、僕らも今今年で気づいたらいろんな場所で歌わせてもらって、昨日は長野でライブをさせてもらいました。長野から数えると昨日は6時間半運転してるんですけども、今日残り2曲精一杯歌わせてもらって、帰りたいなと思うんですけども、全力で歌います。ここはいとこ同士で家族の音楽を教えます。石巻の皆さん、もしね今日出会えたここだ、僕は縁だと思ってるので、家族の縁のおつやき、家族のつながりで末永いお付き合いをどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。本当にいい場所ですね。今日は本当に家族連れの、ね、方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。だからタカちゃん、ちょっと曲順をちょっと変更したいと思います。あなたがお母さんに向けて作った曲を石巻で聴きたいなと思ってですね、いいですかちょっとね。はい、わかりました。じゃあ母の日と父の日も終わりましたけれども、僕らの両親は、僕の父親が残念ながら7年前ぐらいに他界してしまって、今ふるさと新潟県の長岡市で僕ら今観光大使的なことをさせてもらっていまして、新しいニックネームをもらいました。僕ら新潟県観光大使ではなくて新潟県感動大使として活動させてもらってます。僕も感動シーヤなんでよく泣くんですけども、産んでくれた両親に感謝してお母さんに手紙を書いた曲を石巻ファミリーに届けさせてもらいたいと思います。東京で活動してる時に新潟のふるさとの母ちゃんに手紙を書いた曲、大切な人に。久しぶりですね。周りをいつも明るくさせては無邪気にはない。
人こっちはなんとか元気でやってます。たまに帰りたくもなるけど、この手紙を送る場所がある限り、今も笑顔でやってけるよ。きっとあの空の向こうで見守ってくれる。ここまでもこれからも元気で大切な人よ。くしゃくしゃな笑顔が誰より似合うのに、シワを気にしている可愛い人、そっちはどうですか、変わりはないですか。たまには顔も見たくなるけど、けどこの手紙が届く場所がある限り、おたまじゃくしとも遊んでけるよ。ずっとあの山の向こうで待っていてくれる。雨の日も風の日も変わらず笑っていてね。気づいたらとこを通して25年音楽ができました。いろんなことがあって、音楽が歌えること、当たり前が当たり前じゃないって気づかせてもらうことも瞬間たくさんありました。別れもあるけども出会いがあって、またここに歌いに来れてるんだなと思ってます。僕らひなともまたここに帰ってきて会えるように日々精進して頑張っていきたいなと思います。本当に今日は素敵な時間に歌わせてもらって、石巻親子祭りどうもありがとうございました。この手紙を送る場所がある限り、今も笑顔でやってけるよ。この先もずっと心配かけるから、元気でね、さよなら、またね、大切な人よ。大切な人よ。ありがとう。まるで最後の一曲だったみたいな感じですけども、アンコール、はい、まだ時間余裕あるわ。いいですか、うん、まだ10分ぐらいあるんだけど、もう俺終わりかなって俺もなんか弾きながら思っちゃった感じ、うんうん、でも本当あったかい空間、本当ありがとうございます。いや、めちゃくちゃあったかい。なんかね、石巻って、うん、いいヤッホーだね。まあ、萌えちゃんを筆頭にですけど、やっぱりちょっと変わった方も多いじゃないですかまあまあ新潟もね、まあまあ多いですからね。長岡も多いんですよ、まあ、僕らも普通じゃないので、やっぱり、ね、来てみて新潟県、本当にいい街で、多分相性いいと思うよ、石巻と長岡なんてね、うん、で、ね、それこそ萌えちゃんがさ、はい、石巻観光大使として活動されていて、ね、僕らも長岡の観光大使として、はい、いつかこうやってね、交流フェスみたいなのを毎年やって、美味しいものをみんな持ち寄って、
で気づいたらもっとこれを全県とか県外渡っちゃうぐらいの感じで楽しいことを考えていってもいいですか、みんなとつなげましょう。ねねやっていこう。萌えちゃん、あ、萌えちゃんちょうどいいとこいた。萌えちゃんどう、次の曲1曲だけ参加してもらってもいい？え、いい？ダンシングの方でもいい？いいタイミングで帰ってきてくれたね。愛すべきホヤホ萌えちゃん、大きな拍手で。萌えちゃん、ありがとうございます。そうだ、ちょっと一言だけね。いやいやいや、そうなんです、新潟から今回来てくれまして、はい、で実はね、おととしか、その前かな、おととしかな、おととしですかね、おととしに新潟に私が歌いに行きたいって言ったら、日向さんが、はい、新潟で私初めてですよ、新潟行ったことないのに、はい、じゃあホヤホーフェスティバルをやるよって言って新潟でね、はい、そんなタイトルのイベントを開催してくれて、いやいやいや、タイミングそれも本当ですか。そう、本当に、だから絶対私も地元でね、そうやりたいと思って、あの後ね打ち上げで、そうなんです、すごい真面目な話して、 それを経て、そう、萌ちゃん真面目な話できるんだと思って萌もできるよね、うん、それを経て、はい、今回開催して日向さんを呼ぶことができました。もうすごいね、ま、た第1回目で半径1キロ外からもう オレンジの服いっぱい結構遠いところから歩いてきたんですけど、はい、全員、すごいホヤのラーメンとかもうホヤの話で溢れて、そう、愛されてる、本当に、改めて萌ちゃんに大きな拍手ですよね。ありがとう、これ萌ちゃん、もう一曲だけ歌わせて、一緒に、はい、いい、何の曲も言ってないんだけど、分かんないけど、やります、もうできる感じの曲で、はい、みんなも一緒にやってくれますか。そうだよね、萌ちゃんもやってくれるし、で、僕ら一個だけ、はい、ライブがまた次、はい、実はですね、はいはい、石巻にまた帰ってくるに決まって、はい、今年で日向結成25年目になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。結構長いんですよね、25歳の日向なんですけど、はい、その一個の勝負として、はい、日本全国47都道府県を47日で回る全国ツアーが決定しました。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい、ことしてますね。そうなんです、もうじゃあ行ってきますとして、47日旅中の8月の22日に宮城県石巻で決定しました。ありがとうございます。すごい、それがイオンさんですね。うわ、石巻の、ただ萌ちゃん、8月の22日、はい、土平日なんで、はい、もうお客さん集まるか不安なんですけども、はい、8月の22日気づいたら僕の45歳の誕生日ですよ。行こう、持ってるね、あなた誕生日に。もし、ね、スケジュールが合えば萌ちゃんまた確かに打ち上げで相談したいと思いますので打ち上げ8月の22日、石巻帰ってきまーす。じゃあ、はいはい、そんな僕らが長岡から帰ってきたってことで、はいはい、長岡のテーマソングをみんなで歌いたいと思うんだけど、すごい簡単な曲で、萌ちゃんちょっと一緒にダンスいい？お願いします。じゃあもうダンス得意ですから萌ちゃん、はい、萌えダンスで両手をもうぐーっと前に出していただいて、はいはい、そう、手相をみんな見せてみて、はい、あ、ちょっと1曲だけどダンスタイム、皆さん立ちますか、全校生徒シュッと起立してもらって、セットになっちゃった、ね、お尻を上げていただいて、後ろの皆さんも両手をじゃあ前に手相をぐーっと出して、もういい景色、あ、いい手相、いい景色、それをほっぺたに寄せる、映えるやつ、斜め上にぐー、あ、写真上げちゃって、はい、下げて反対に上げる、これを繰り返すだけ、キュッ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 、これに長岡の歌を足すと、長岡越後長岡、はい、みんなで石巻食いかせて、せーの、長岡越後長岡、はい、だんだん早くね、膝から、はい、膝から上げた、萌ちゃんやっぱ膝から入ってるね、素晴らしい拍手、やっぱ違うわ、違いますか、さすが萌えどる違うわやっぱりじゃあ、はい、そんな長岡をギュッと集めた曲をみんなと一緒に楽しんでもいいですか、イエーイで、みんなで楽しんでもいいか、イエーイ、違った、ほやほー、行ってみよう、ミュージックスタート、ラストじゃあ準備体操、両手を上の方に上げて、その位置で手拍子、萌えちゃん、じゃあ旅で、え、仕事なかおか、はい、長岡駅に着いたなら待ってました、追って通りがあるの、初恋のあの子と花見だね、勇気を出して悠久山、今は桜飯愛してやまないぜ、かわい次の助大先生、8月23日の夜空には
長岡花火が打ち上がる。あちこちの大きな水道タンク、一度食べたらそう癖になる生姜醤油ラーメンさん、みんながみんながおかえり、yeah! 中岡越後長岡招待船長を掲げてさ、hey! 中岡越後長岡綺麗だ腰地もみじ、中岡越後長岡西名の竹やかに照らされて、hey!あけみさん分かる、お前とちおの油揚げを世界中に発信さ、いい街、はい、あけみさんどうぞ最高揺れる市役所の中は楽しみだ、あおれ長岡で、あおれバッカ合議にあっちでっかてよもぎひらひら温泉さ、手をだんだん高く、一年のハーフは雪景色、商売常設者ありがとう、一個39円のサンキュー祭りだシュークリーム、どっちよがセブンにそいが、いやまだ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 花火スタートヒーローね、チョコ21すごいじゃん、ヒーローみんながやってます、おかえり、いくよ中岡越後長岡、さらに山盛りの手玉飴さ、中岡越後長岡、ちっちゃな頃から震えてたさ、越後長岡平日も込み込み、リバーサイド選手おやっほー、芝からおう、あけちゃんのように元気よく、あけさん年取らないよね、全然ね、やっぱ高速パスのおかげなんだよね、それや高速パス買いたかったな、人が俺もやね、今日はいっぱい飲もう、越後美人の秘密はやっぱりコシヒカリ、みんながおかえり、手は上の方に、和島の旅館の里、夕日溶けてく寺泊まり、川口穴場の後は東山ファミリーランド、越後長岡よいかの中古屋でよくかしら、はい、長岡越後長岡山越し闘牛熱の月、ジャンプ、長岡越後長岡彩り綺麗な奥に星、おやっほー、長岡越後長岡大凧合戦聞かせて、せーの、長岡越後長岡米百票の青春燃えちゃうの、長岡越後長岡赤飯囲んでさ日本酒で乾杯さ、乾杯、越後長岡の歌、せーの、長岡越後長岡いっぱいいるのさ、次がラスト、せーの、輝いて、みんながおかえり、ただいま、ひなたでした、どうもありがとうございました、ありがとうございます、あけみさん、あけみさん陽気な拍手を私の母です、まさかの親子揃っての、すいませんでした、お騒がせしました、最後まで楽しんでください、長岡出身の日向でした、どうもありがとう、どうもありがとうございました、そこでチラシも CD も配ってるんで、また見てください。
またね。さあ、日向のお二人に改めて大きな拍手をお願いします。ここでしか見られない萌ちゃん親子コラボもね見られました。なんでしょうね、私初めてあのお二人のパフォーマンス生で見ることができたんですけど、明るい中にもちょっと憂いがあって寂しさも感じるようなね、すごく心に響く演奏でした。さあ、ここでお知らせがいくつかあります。